アイオワに搭載された無線操縦装置アイオワはアメリカ海軍の戦艦。29番目の州であるアイオワ州にちなんで命名された。アメリカ海軍最初の戦艦であるインディアナ級戦艦の欠点であった。大破性は改善されたが、速度に関してはほとんど向上していない。同型艦はなし。アイオワは1893年8月5日に、 ペンシルベニア州フィラデルフィアのウィリアム・クランプ・アンド、サンズ社で寄港。アイオワ州知事の娘、エム・エル・ドレークによって1896年3月28日に、浸水。ウィリアム・ティサンプソン艦長の指揮下1897年6月16日に、収益する。大西洋艦で、成長航海の後、大西洋艦隊に配属。1898年、米西戦争で、 キューバ作戦に参加。1908年7月23日にフィラデルフィアで退役。1910年5月2日に最終役し、第1次世界大戦では練習艦となっていた。1919年4月30日にアイオワは4号沿岸線艦コストバトルシップナンバー4と改名され、初の無線操縦標的艦として演習で使用された。 1923年3月23日、パナマ湾で14インチ砲の一斉射撃によって沈没する。アイオワの退役は、現在の戦隊分類番号が使用され始める1921年、以前であったため、BB-4 は使用されなかったが、現役時を通して、4号戦艦バトルシップナンバー4、と呼ばれた。ありがとうございます。